エドウィン・グリスールド・ノース。大統領経済諮問委員会の会議にて、エドウィン・グリスールド・ノースは、アメリカ合衆国の経済学者である。ニューヨーク州、ロックポートにて、エドウィン・ヘンリー・ノースと妻・ハリアットとの間に、出生した。1906年に、コーネル大学を卒業。1915年には、シカゴ大学を卒業し、経済学と社会学の博士号を取得した。 サウスダコタ大学やアーカンソー大学、アイオワ州立大学で教弁を取った後、米国芸術科学協会特別会員、米国経済連合会会長、米国農業経済連合会特別会員などを歴任した。1946年から1949年にかけて大統領経済諮問委員会の委員長を務めた。ありがとうございます。